うわーすごいこれ。我々のたどり着いた先とは？はいさい、はいさい、はい、今日は久しぶりの、いや久しぶりでもないな、1ヶ月ぶりの離島企画でございます。前回は僕が一人で奄美大島の方に行ってきたわけなんですけれども、今日のメンツはですね、ジョンジと、はい、久しぶりの登場、海のスペシャリスト山さんです。山です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや山さんのね、あのインスタグラムのアカウント下の概要欄貼っとくんで、まだ山さんの見てない人ぜひ見てくださいね。お願いします。ということで山さん、今日はどこに行くんですか？はい、今日は今から伊平屋島っていうとこに行ってきます。伊平屋島、はい、またとんでもない秘境に俺たちがぶち込もうと。沖縄県最北端、最北端、極寒の地で、ここがもう秘境感半端ないんで、絶景の宝庫、最高。ジョンジもたくさん山の中歩きたいって言ってたもんね。あ、いやできるだけ避けたいです。魚釣りももう釣り口がいっぱい。よっしゃ最高。でっかいイラブチャとか釣れるはず。あーもう夢だ。俺まだイラブチャ釣ったことないんですよ。今日の晩飯にしましょう。伊平屋島に行って写真を撮りまくっていきたいと思います。それではレッツゴー、サンスタ。はい、お願いします。じゃあ、ジョンジ行くぞ。行きますか。半端じゃない、半端じゃない、ごったごただね。ゴールデンウィークの混雑で座るところが全くない。その後も僕らはさまよい続けたが、なんとか席を確保、伊平屋島へ出発だ。船の中では寝て過ごす、これが最大の船酔い対策だ。沖縄本島出発から約1時間半、ついに島が見えてきた。ゴールデンウィークということもあり、沖縄の伝統芸能エイサーで島全体が迎えてくれた。到着しました、お疲れ様です。なんか名物を振る舞ってくれてるんですよ。食べよう。すげえ。いや寿司、ありがとうございます。これ何ですか？イラブチャ。いただきます。ネタはイラブチャらしいです。早速食してみる。うまっ。これは何ですか？大福で、ほんと柔らかくて。大福、伊平屋の特産みたいな。そうですね。ちょっと珍しい。うん。この餅めちゃくちゃうまい。なんかね、もちもち度がすごい。いやー、伊平屋島着いたわけなんですけど、どんよりですね。これちょっと思ったのんとちょっと違いますね、これね。綺麗なんだけどね、本当はね。晴れだったら綺麗なんだろうなっていうのは分かるわけ。こんな感じです。はい、あれ、あ、これ綺麗ですね、本当に。綺麗じゃないだろう、もう。あ、あれですね、太陽差した時はめっちゃ綺麗なんでしょうね。見えた、女性の褒め方も。山さん、これ潮引いてる方だよね。今引いて1時ぐらい干潮だったかな。干潮する。潮が引いた時に行きたかった絶景ポイントを天気悪いけど一回見に行きましょう。え？ワクワクするね。なんか海にいっぱいボスになってますよ。え？すごいいいこの木が。酸性雲ですけど、酸性雲で多分枯れたらしいよ。酸性雲でしょ。はい。マジかよ。もうちょっと先にキャンプ場があるから、ちょっとキャンプ場下見して。でもここすごそう。海見たよ、ここ本当は。わお。波上がってるけど。2日目は晴れたから楽しみにしていてくれ。皆さん今橋から降りたんですけど。これな、曇っても綺麗。曇りでこの青さって半端じゃない。ね、この島の普段のコンディションから考えると、この島の何パーですか？30点だね。30点30点。ここからしたらもう70点ですね。あと30点はまあ天気でしょうね。うん、俺はね、12点。伊平屋島なんかすごいいいとこな気がする。コンビニは？コンビニはない。ない。どうしよう、ジョンジファミチキないと痙攣起こすんだけど。脳震盪起きるっちゃう。ぶつけてもないのに脳震盪起きれば。悔しい。山さん、今どこ向かってるんですか？大潮の干潮の時だけ出る幻のビーチに。おぉ、マボビですね。何それ、脳震盪起きてるんじゃない？よいしょ。なんこれ、ここルアーやりたいね。絶対ここ釣れる。足も悪いっすね。でもね、アディダスのね、スニー、ランニングシューズ履いてるんで。何してるの？
っちか。こっちか。サンスタ。砂浜超綺麗。波の波紋がめっちゃすごいんだよね、こうやって。よいしょ。お。さあ、ジョンジ。あ、ジョンス。せーの。あ、見た。行けば。せーの。よっちか。おおおおびちょびちょよ。うわ、びちょびちょ。うん、すごい、見て、謎のセンターサークルみたいなのがある。やばいよね、あれ何個丸いの。やば、泳ぎてー。もう右も絶景、左も絶景なんだけどね。あー、ほんとだ。へー、ね、晴れて海のコンディションが良ければここに幻のビーチが出てくるそうだ。こういうところにちゃんまり立たして撮るっていう予定だったんだけどな。皆さん、あっちハリセンボンが3匹泳いでます。もう魚の群れが塊になって見えるんですよ。どういうこと。すげえ、この島曇りでこのレベルってやばくない。沖縄本島では味わえない海の色に心から感動した。足白いね、大輔さん。外出ないですからね。これがネットミンとして完璧な足ですよ。でも高っ、これ。ジョンジ、人体切るなよ。人体の不思議点だろ。それ違うだろ、お前。人体違うじゃん。どう。おお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 500円って安いっすね。安いね。チルマンジューシー。あ、チルマンの香り。チルマンの匂いする。いただきます。いただきます。魚のいろんなところが入ってました。サザエとか。サザエとか、いろんなものが。うん、美味しい。ごちそうさまです。ごちそうさまです。そして我々は宿へと向かった。着きましたね。到着だ。お世話になる内間荘さん。素晴らしい民宿だ。いいね。なんかこういうのを求めてた俺は。自分はこういう民宿を求めてましたよ。ああ、今日予約して今出てますけど。じゃあ行けば。民宿に荷物を置いた僕たちは釣り具の調達に向かった。こんな感じで買った。さあ、ということで釣り竿を買ったはいいんですけれども、ちょっと島のカルチャーをね、原風景の島だっけ、なんだっけ、そう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 、パンフレットに書いてたよね。原風景の島、伊平屋島。原風景とはね、なんぞやというのをね、我々の写真力でね、こう見せつけたいと思います。こんなところに住もうと思ったよね、上陸してね。ほんとね。うわー、すごいこれ。これ行ったことないけどね、あそこ登れんじゃないかと思うんだけどさ、あそこ目の前さ。ほんとだ。行く？行こう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 。よし、それでは今あそこにあった崖、断崖絶壁登ります。サンスタ。ちょっと待って、これやばすぎでしょ。今回はですね、このピークデザインのキャプチャー、ここにつけてこうやってね、シャコって撮って、パシャパシャって撮ってね、またここに戻すっていうね。概要欄にこれの紹介動画を貼ってますんで、ぜひ見てみてください。じゃあ行くぜ。やばくない、山さん、これ。いいよね、この岩肌ね。これなんていうとこなんですか。これなんとかの洞窟。なんとかの洞窟。穴ってことしか伝わらねえ。やばい。さあ、行きましょうか。中に入ったら600平米、約10メーターって。きつくこれ。前か。これやばいね。次回のサンセットスタジオ TV は、岩山に登ったら、なんとそこに洞窟が。これはすごい。我々を拒む動物やばいっす。その奥へと潜入していく。これはガチの探検だ。その洞窟の中には太古の地層と、なんと月面が広がっていた。すごいね、この自然にこんな洞窟ね。きつい。これ僕はここでもう断念します。次週、月の洞窟、お楽しみにな。チャンネル。